7月21日、高知にある若草園で高知の夜市が行われました。この催しは南伊勢町商工会青年部高知青年団音祭り実行委員会が主催しており、商工会青年部を橋渡し役として地域で頑張っている人たちの点と点をつないでいく取り組みとして企画されたものです。今回は南伊勢町まちづくりリーダー交流会と、例年大川浦の海坊主で行われていた音祭りを夜市に合わせて同時開催し、会場は大きなにぎわいを見せました。催しの内容は各種バンド、ギター演奏、愛知県蟹江町スポーツ少年団によるチアダンス演舞、ビンゴ大会、夜店などが行われ、本格的な夏祭りとなっていました。でかい海がある、一つ一つ乗り越えてゆけ、一つ一つ乗りこなすんだ、笑い騒ぎ泣けばいい、いつでも手を取り舵を取る、夜店ではヨーヨー釣りなどの遊べるお店が設けられたほか、南伊勢の新名物もっちり焼き、焼きそば、唐揚げ、飲み物など手軽に飲食できるものもありました。また南伊勢町の特産品の販売もあり、南伊勢の夏を満喫できる催しとなっていました。若草園内部ではリーダー交流会が行われたほか、交流会の後はカレーうどんの販売が行われており、イベントを楽しんで空腹となったお腹を満たす方の姿も見られました。会場に訪れた方はステージイベントを楽しんだり、夜店で買ったものを味わうなど、それぞれ楽しんでいる様子でした。いいんじゃない？場所的にはいいんじゃない？さあ、ストップ、どうぞ、どうぞ行け！やれた！食べてんだ。